ショイテビです。お疲れです。はい、お願いします。はい、今ねコロナが今流行ってますけども、僕らはねこうやってあの動画で皆さんに届けるということで、今回はティーバッティングをしていきます。お願いします。はい、であのスポーニアンネットありますんで、こちらを使って今あの僕の車にたくさんの、ね、バットがあるんですそれを打ってってちょっと打感を感じていこうかなと。まあ、初心に帰ってね。そうですね。結構前のバットもあるんで、そういうのも使ってやっていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。ゴッ。ゴッ。はい、バット。はい。お願いします。はい、お願いします。どうぞ下行って下行って。はい、バット。こちらローリングスのハイパーマッハ S。じゃなかった。ハイパーマッハ3。めちゃめちゃありますね。ハイパーマッハ3。はい、レボルタイガー。ビューノマックスメガキングアドバンス2。ビューノマックスメガキング2。メガキング2。ブラックキャノン。Z, Z 今なんですよね。 Z Z2、うん、Max グレートってこうありますけど、そんなに今グレートあるんですか。もうね三つぐらいしたっす。はい、バトルツイン Z ね。Z ね、バトルツイン。はい、これがハイパーマッチョ、マッチョってやつね。でこれが僕使ってます。ビヨンドマックスギガキング02と。2。はい。でこちら行くと、こちらディマリニのねノックバット。ノックバット。はい。でこれがフィールドホースの長い長尺長尺バット。うん。こちらがワールドペガサスの極太バット。でこれがフィールドホースのね、そのトレーニング用ですか。トレーニング用です。これ片手でこう打っていくよ。ああ、なるほどね。そうとなります。はい、結構多いですけど。すごいです。何本あるんですか。1、2、13本。すごいっすね。はい、やっていきましょう。やっていきましょう。よしよし。おお、これは、うん、あの本当に初速だけだな。ああ、間を抜いていく、あのアベレージ的な。そうそうそう、あのね本当にこれは長距離は向いてません。あ、そうなの。長距離は向いてないです、これは。打感的にね。あ、なるほど、うん、間を鋭く抜くような。そう、短中距離、あのパワーのない子。なるほど。たちが使いやすいかなって感じ。打球のスピード上げるため用のっていう。あ、なるほど。ライナーで間を抜くやつ。なるほど。はい、あ、いいっす。はい、次行きましょう。はい、来ました、ブラックキャノン Z。 Z、 これは今ねブラックキャノン Z、 Z2、マックス、グレートってありますけども、はい、行きましょう。じゃあ、ロッロッロッ。どうですか。どうですか。どうですか。どうすか。どうすか。いや、打感どうすか。打感すか。はい、これは飛ぶバットですね。あ、飛ぶバット。あ、これ反発を感じました。あ、スコーンって、反発感じましたんで。すごいっす。1球でよくわかりますね。これはわかる。これはいいね。いいですか。でももう、ま、最高品質のビヨンドよりかはちょっと劣るかなと思って。言っちゃっていいですか、そんなこと。いいでしょうよ。これは弾く。あ、まあ、いろいろ向き不向きあるけど、うん、俺やっぱビヨンドをずっと打ってきたから、やっぱりこの弾きっていうのはもう感覚で大体、うん、ビヨンドには劣るけど、弾きはすごくいい。あ、弾きは。弾きすごい。なるほど。マッチョ。マッチョいきましょう。マッチョ、マッチョ、ハイパーマッチョ。マッチョってローリングス、ラリング、ラリング。ハイパーマッハってあるじゃない、短中距離バットじゃないですか。うん、これは長距離法、長距離法っていうか名前のごとく超中距離、ほうほうほう、のバットになってます。これ結構ねちょっと重めっす。おー、基本的にハイパーマッハって基本的に軽いんですよ。あー、そうですね、軽いですね。そう、軽いんですけども、ハイパーマッチョはマッチョだから、ちょっと重めになってて、なるほど。まあ飛ぶよと、長距離用と。長距離用、まあビヨンドよりかはあれですけど、ビヨンドがやっぱりすごい、ビヨンドがやっぱ一番だと俺は。なるほど。よし。なるほどね。さあ打ってもらいましょう。いきますよ。重さそんな感じないっす。本当に？いくよ。ああ、弾きがすごい。あ、いいっすね。ちょっと見てみて。見てみて。青で。あ、すげえ。なんかこうちょっと食いつく感じがある。ちょっとな。ハイパーは入るショットって感じ。わ。わ。はい。わかる。ああ。でも個人的にはちょっとこのバットにこうちょっと乗る感じの俺はマッチョの方が。マッチョ。個人的には。新しいやつが欲しいです。いいから。新しいやつ提供してくれるぞ、俺は。やばいこれ。これマジ。違うな、やっぱり。あのね、
今そんな強く踏んなかったのよ。そうっすね、強く踏んなかったけど、ブランってブランっていった今確かにあのここに着いた時の音が、音がすごい、うん、軽く振った割にすごいかった。そうだよ、やっぱすごいんだな、ビヨンドは。まだ思いっきり振ってないのにちょっとこう、あとある気持ちも、ちょっと驚きましたね。すごいね、すごいすごいよ、すごいな、ネットも揺れちゃう、すごいな。 Z バトルツインです。なんか見た感じあれですか、ビヨンドじゃないですか。ビヨンド系ですね。系ですよね、うん、系です。ウレタン素材、ウレタン素材系です。素材系こうちょっとこうしなるようになってます。あ、ビヨンドに勝つか負けるか。あー、なるほどね。勝てない。そう、弾くっちゃ弾く、とっても弾くんだけど、やっぱりこれ以上にやっぱあっちの方がもう印象深い。上なんです。上です、やっぱり。すいません、はい。レボルタイガーのイオタです。もうこれは A 級用っす。 A 級、あー、 M 級対応じゃないっすか。そう、 A 級用最後のモデルのやつ。あー、なるほど。もうずっと使ってますこれ、はい、この J グリップが特徴的ですね。丸いグリップじゃないっす。よいしょ、行きましょう。これいいぞいや、俺も今感じで思いました。これいいぞ、いい感じだなと思って。これいいぞ。でもどっちかというとそれもアベレージヒッター向けの。だけどたまになんかすげえパワー出すこれ。あ、パワーのない人とかはこれでいいかもしれない。なるほど、飛んじゃうかもしれない、ワンちゃん。なるほどね。はい、はい、どうですか。はい、ですけどなかなかこんなゆっくりそばっとしてする機会ないんで、気持ち結構良かったっすね。そうっすね。今日は鼻の通りが悪すぎて、あのブリーズライトつけてます恥ずかしい ね。コロナの関係ですか。そう、いや、そういうわけじゃないです。はい、花粉&鼻炎です。なるほど、はい。じゃあそのマスクもしかしてコロナ用じゃなくて花粉用のマスクっていう。花粉用ですよ。花粉用です、これって。花粉です。花粉と自分の菌を人に出す、はい、人に移さないようにするやつ。なるほど。でも今日はバットのレビューです、うん、マスクのレビューじゃありません違うそうです、はい、今回はいろいろバット使いましたけど、はい、やっぱもう 僕はもう王道のビヨンドかなっていう感じ。なるほど。けど他のバットでも、うん、これ意外といいかもっていうのがあったんですよ。レボルタイガーもそうだし、うん、バトルツインもそうだし、ハイパーマッチョもそうだし、うん、ハイパーマッハはやっぱ力のない間を抜いていきたい、人用のバットかなっていう感じ。まあもちろんいろんな選手いるんで、自分に合うバットを、ぜひとも使ってみてほしいなと思いました。というわけで本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。